どうも、バンです。立花隆さんですね。2時間ほど前です。これはすごいです。これはすごいな。すごい動画を上げておられます。解説していきます。パッと見ね、さらなる借金をお願いしますっていうようなね、そんな動画に見受けられるんですけども、あ、ちなみに、立花隆さんの動画、概要欄にリンクを貼っておきますけども、最後まで見たらわかるんですけども、あなたも今日から政治家そういうようなね、動画なんですよ。ちょっと前後しましたけども、本日、2024年5月2日、時刻は、午後、10時を回ろうかなとしているところですね。でね、立花さん、ホワイトボードにこんな風に書かれてます。立花さんの個人に今回は貸し付けてくださいと。で、その個人に貸し付けたお金を NHK 党に行って、供託金となって都知事候補30人に、供託金として当てがわれますというふうなね、そんなところですね。つまり立花さん、今お金がないというピンチの状態ですね。で、さらに、来年の参議院議員選挙でも、このスキームがうまくいったらこれでもう一回やるというふうにおっしゃっています。でね、とりあえず都知事選で、30人立候補するとき用のお金がないということで、まあ、今回集められるということで、一口100万円ということなんですけれども、最初ね、立花さんね、立花個人に預けてください、貸してください、お金を貸してくださいというふうにおっしゃってるんですけども、まあ、この利用についてなんですけれども、9分30秒から述べられております。理由は、政治資金収支報告書に名前がね、載らない。つまり、あなたがいきなり NHK 党に借金、まあ、これまでの立花さんのスキームですね。だとすると、政治資金収支報告書に名前が載るから、それを避けるために、あなたが立花個人にお金を貸してくださいっていうふうにおっしゃってるんですけども、まあ、これはね、一つ、まあ、そういう側面はあろうかと思いますけど、もう一つの側面があって、これは注意しておいた方がいいと思いますよ。まあ、当たり前の話ですね。立花さんが破産したら、パワーになるということです。これは一つのリスクだというふうに考えられますね。あともう一つ。今回ね、金銭消費貸借契約書ですね。これがね、あるんですよね。これがちょっと今までとちょっと違うとこかなというふうに思います。明らかにこれは借金となります。立花さんにとって借金となりますね。なので、今まで2回ほどね、立花さん、過去に、一般の方から、借金を募るということをやっておられたんですけど、これがね、あるというのは、僕初めて見ましたね。フォームはね、大体、前回、前々回の借金の時と似てますけども、これがあるのは初めて見ました。で、驚くべきことにですね、一口100万円なんですけども、これで支部長になれるということなんですよね。これは、そうですね。ちょっとね、前代未聞のスキームなんで、分析はね、やってみましょう。要するにこれであなたも今日から政治家。立花さん、ちょっと前に、総務省の方の、要するにお役人さんですね。お役人さんを招いてですね、税務署やったかな、ちょっとうろ覚えですけども、まあ、要するに役人さんを呼んでですね、で、これが節税対策に使えるんじゃないかなというふうなところで、何度も何度もね、長い動画ですよ。ちょっと聞き取りにくかったですけども、立花さんそういう動画上げてられました。つまり、僕みたいな人間、毎日のように政治的主張をしてますよね。あなたも今日から政治家。僕が立花さんに100万お金をね、貸したら、支部長になる。つまり、まあ、支部長って言ってもですね、なんぼでもできるわけですよ、そんなもん。滋賀県になんぼあってもいいでしょうし、大津市に、僕大津市に、滋賀県大津市に住んでるんですけど、なんぼあってもいいでしょう。ね。別に大津市の中でも第一支部と第二支部とかなんぼでも作れますよ。で、そんな風にして、NHK 党のですね、支部長になるということをですね、その権利を保障するということらしいんですね。まあ、そういう風になってくると、相続税対策にも使えるとかですね、ちょっとこれは裏は取れてないんですけれども、
12分52秒で、立花さん、所得税もそうですしって言ってはりますけどね、これがね、ちょっと裏が取れてないんですけども、まあ、相続税は確かにね、安倍昭恵さんの事例があるんで、いけるかもしれませんけど、所得税はちょっと裏が取れてないです。ちょっとこれは立花さん、エビデンスをね、示していただきたいなというところではありますけれども、といったところですけども、こういう言い方すると、これはね、立花さんの元に資金が集まってしまうと思いますね、これね。まあでもね、これバン TV の予測分析ですけども、ここですよ、立花個人なんですよ、やっぱり。今回あくまでも、あなたが貸すのは立花個人。立花さんが自己破産したら、それまでですよ。このリスクをきちんと踏まえた上で、それをね、節税としてね、うまく運用できるかどうか。これはもう、やってみないとわからないというか、立花さんが考える NHK 党の未来がどうなのかっていうのはですね、立花さんはね、前からそうですよ。思いつきとその時の流れで党をね、運営してこられたと言ったことがありますんで、もうね、立花さん個人の考え方一つなんですよ。もう全部チャイっていう風に、チャイ、チャラですねっていう風になったらもうあなたも含めて全部チャイですっていう風に考えておいた方がいいと思います。ただ、まあ、今回立花さんの提案に乗っかるというのであれば、僕は止めません。止めません。この状況、バン TV 今後注意深く見ていっていたと思いますけれども、いやー、失敗不動産がね、どういう風な見解を示されるのかっていうのもね、注目ですけども、一足先に、バン TV のね、ここですよ。立花個人、自己破産。ここのリスクを考えた方がいいんじゃないかなっていう風なところで、バン TV は情報発信します。立花さんもちろんね、立花さんはね、自己破産がどうのこうのとかもちろんおっしゃってませんよ。そんなことはおっしゃってません。でも、そこをちゃんとリスクを踏まえた上で、まあ、リスクとね、まあ、こういう話はいつもそうですよね。リスクと、それからフィードバック。それをね、天秤にかけて考えるということですね。まあ、これは博打だなというふうに思いますけども、皆さん、ご安心ください。立花さんは、自己破産しても、のし上がってくるような人ですよ。多分、大丈夫。無責任発言版ということにしておきます。以上です。ではでは。つくみ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 。